今日はですね、パニカーズスタッフメンバーとスペシャルゲスト、真ん中のセンターの方、アップしてください。じゃあ、近寄って言ったらいいじゃん。はい、ナンバーゼロの志保です。よろしくお願いします。お願いいたします、さあ、今日はですね、パニカーズ新年会、ナンバーゼロさんでお邪魔させていただきながら、ちょっといろいろ今日はトークテーマを設けましてお話しさせていただこうと思いまして、はい、その前にちょっと新年明けましてということで、はい、しーちゃんちょっと食感を、みゆうちくん、開けてあげてください。みゆうちくん、ね、めったに開けないと思うから、これも勉強で新年早々いただきました。みゆうちくん、ありがとうございます。掛け声をナンバーゼロさん、本年もお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらこそいただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、これでちょっと入れていただきながら、今日はですね、ちょっと今日はちょっとトークテーマ設けまして、今日何ですか、1,2,3,4,5,6,7 人、メンズがいますので、ね、一人女子、あ、ちょっと女子がいますので、あ、女子、ごめんなさい、ごめんなさい。あのですね、ちょっとうちらスタッフメンバーからして、もう誰が得するかっていうテーマなんですけど、はい、この中で彼氏にしたい人を一人選んでいただいて、理由を述べて言っていただけたらなと思います。この中でなんかちいちゃんは女性的な目でね、この男いいだろうなっていう、まだ言わないでよ。なので、はい、シャンパン入りましたでしょうか。ありがとうございます。新年明けまして、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは行きましょう。まずですね、はい、どういこうかな、差し出か勇気とか、そのよう、じゃあちょっとシンキングタイム1分間考えて、はい、集中して想像して、この顔見ながら、顔と性格と想像して、デート想像して、デート想像して、で、同棲してもいいよ、幸せにしてくれるな、幸せにしたいな、想像して、カメラマンも想像して、声だけだと言ってもらいますが、しーちゃんも仲間に加えて、いやいや、私、ちょっと、あ、じゃあ、そう巻き込まないでしょ、うちらおかまがりして、もうおかまうんざりだって。まあ、でも一番シャンパンの見方はメンズですやめてよ、からしゃないよ。飲んでごめんね、料理いっぱい作ってくれて、ありがとうございます。龍一なんかもね、まだ付き合い浅いかもしれませんけど、ね、一番第一印象、客観視がね、結構合ってくるかもしれない、うちは付き合い長いから、いろんなものを知ってきてるから、まあ面白いよね、いろんな人がいる中での、いきましょうか、彼氏にしたい人、指差しして、理由を聞いていきたいと思います、決まりましたか、皆さん、はい、はい、彼氏にしたい。これガチでやで、ね、これガチなやつ、忖度なしやで、うん、ほんまにプライベートとして行くよ、はい、せーのでさすね、はい、じゃあ指用意して行くよ、指用意して、いっせーので、ちょっと待って、あれカメラマン何秒やって、カールさんは僕はね、僕ね、しーちゃんなんです、私はやってた、カールを指してる人言って、はいはい、3秒、すごい、ベテラン勢からのすごい絶大な信頼が、隣だから、僕あれ結構入ったな隣だから、えまさかこの1年で何かあった変化みたいな。じゃあ次、りょうたさん指した人は誰ですか。はーい、おーい、さすがよ、似てるんですよ、ね、似てるんですよ、ね、あ、なんでもないです。酔っ払いカップルなりじゃあ、しーちゃんを指した人は、悪いです、わー、ありがとうございます。美味しいもんね、確かに、あー、胃袋、いろいろ理由はちょっと後でお願いします。あと、ゆういちさんを指した人は、いないです、いないよ、みんなね、みんな、どうしたの、ちょっとやめえこんなに言うか、いや、これはね、まだね、分かんないのよ、まだ分かんない、まだね、ね、かまわすぎて、けどね、見た目はタイプじゃないってことは分かんない、忖度しなさいよ、誰、後輩をさ、ねえ、私はぶっちゃけて言っていい、もう、これは龍一の会にしようよ、ここはね、カールと龍一迷ったよ、
迷ったけど、私がバッてやったら、うん、気持ち悪いなって、お前嫌じゃん、忖度なしって言ったじゃん。でも可愛い、可愛いのサムだと可愛いのは人気出るわよ、お客さんから、うん、そんなクソみたいなメンバーにいいんだよ。別に人気なんか得なくていいんだよ、名前やろくでもないだろう。食べたことないね、何回かしら、たまに。そうなんですね、ご一緒して、じゃあ続いてアバちゃんをさせては、はい、おぉ、しーちゃんとゆういち、あとでね、理由が分かる。じゃあ、せーの、ピーちゃんを刺した人は、ピーちゃん安心して、おぉ、いるから男前、ピーちゃん、ほんと気をつけな、りゅうちゃんまだね、新人ながらね、あれだけど入ってなかったけど、続いて私ね、まあじゃないあんた入らないってね、仕方で分かるわけよ。私一番長いからね、みんなね、やっぱいろんなことを分かってくれると思います。うう、私ゆうまに、入れていただいて彼氏にしたいな、されたいなと思う方、じゃあ一旦順々に理由を理由を聞いていきたいなと思いますけれども、まずはカルチャー一番多かった、あの、うん、ポジティブだね。じゃあ最後にいきましょう、はい、じゃあピーちゃんを入れたりょうたさんから理由を、はい、ピーちゃん入れました、りょうた、はい、彼氏にしたい、あ、でももうシンプルに一緒に入ることが、お店で一緒に入ること多くて、ね、沖縄も部屋一緒だ、あ、そうそうそ う, そう、ね、部屋では何もなかった。あー、そうなんだ。最近彼惹かれてるんですよ。まあ、一緒に飲む機会が多いんで、うん、シンプルに一緒に飲んでて楽しい、次の日、あ、楽しかったな昨日はと、一番思うなんて言いちゃう、誰でもない、うん、強いて言うなら、思わなくてごめんな。いや、面白いですね、面白いけど、次の日、あ、楽しかったなと思うことはないですよ。面白いんですけど、面白いんですけど。やばいわ。ちょっとしーちゃん、マイクかけて、MC かけて。いいのよ、いいのよ。いやいや、でも そうです、けどいいやつだから、そうなんですよ、楽しいな。ちょっと感想どうですか、選ばれた。嬉しいですね。わ、嬉しい、また飲みてくれる。なんかひなのりみたいな。なんかわかりませんけど、だから刺されないんだよ。だから刺されないんだよ、あんたは。すみませんね、はい、よかったじゃん、ね、じゃあ続いて、アバちゃん結構多かったんちゃう、アバダーさん、お、選んだ人は誰ですか、はい、ありがとうございます、優しいちゃん、優しいちゃん、理由は優しそう、あ、嬉しい、あとみんな毒でもないよね、嬉しいもんね、優しさを感じてるもん、一緒に働いてる、ありがとう、どういうところ優しい、いろいろ気遣いしてくれる、働いてる時、あ、じゃあ、ご職場から恋愛として想像ちょっと、全然 OK だからね、うち職場恋愛、全然いいよ。彼氏っていう手はなかった、いい人だと、ね、彼氏にしたいだから、うん、彼氏にしたらどう、優しくて、うん、ありがとうございます、ちょっといいじゃん、ね、今お互いフリーでしょ、ね、え、デート、ね、デート想像して、はい、実際の話じゃないから、うん、デートして手つなげて、はい、そのまま一緒に考えちゃった、あ、私はカフェとかさ、うん、まだ想像はできないですけど、うん、ね、じゃあね、そこもダメだよね、ほうじ茶、ほうじ茶、ほうじ茶とかと一緒に、ほうじ茶、喧嘩ですね、喧嘩で、喧嘩で、ほうじ茶だ、ほうじ茶で、うわ、すげえ、じゃあしーちゃん、もう長い付き合いですね、しーちゃん、ちゃん、本当に優しいのもなんですけど、やっぱ安定してるじゃん、なんかこの、もうこのキャラが安定してるし、なんかあったら別に私が引っ張ればいいかなと思うし、おー、うん、なんか安定してる、でも、ね、将来考えると、うん、アバちゃんみたいなのがいいかなって、あ、でも分かる、思う、なんか、でも僕もしーちゃんみたいな人いいかなと思うわ、そうでしょ、ほんと思う、乾杯、もうね、もう乾杯だ、乾杯だ、乾杯だ。じゃあ続きまして、そんなしーちゃんをいいなと思った人、はい、カール、はい、その2丁目だからもう男女関係なくないじゃないですか、でもやっぱ思うのが、うん、料理の、そうだよな、技術をなんだろう、あなたも料理結構するじゃん、僕料理好きだから、そう、あ、それで一緒にカレー作りたいとか、一緒に玉ねぎ刻もう、ラコって
買い出して、あとペットも飼ってるから、あ、そうかそうか、ペットもとも一緒に遊びたい、めっちゃ想像してるよ、けどやっぱり、うん、もうなんか男性だったらもうね、もうゲイだからあれなんですけど、うん、男性だったらもう惚れない人にいないよ、ね、そうだよね、こんだけいろんなことやってくれるって、やっぱり人間に袋をつかめって、そうですよね、いや、ほんとに料理おいしいです、ありがとうございます、いや、おいしいんだ、どうですか、嬉しいです、嬉しいです、ね、やっぱりこうやってしかもこうじゃご飯と、うん、ペットもですけど、うん、趣味がね、うん、あ、ね、そういう人はね、いつもインスタもね、見せてみてもらって、うん、なんか休日の過ごし方はもうちょっとベストだと思って、あいたいよ、方だから できまして、え、両太先生に入れたい、いたんですよ、それがもう時代動いてる、時代動いてる、誰ですか、ちょっとね、声だけ出演で、うん、カメラマンの方がですね、はい、Kさん、Kさん、ケイさん、ひろたさんのいいところは、え、飲み方が綺麗、ちょっと待って、今誰一人参加どう分かってる、教えてもらおう、どう綺麗なんですか、分かってるじゃねえ今の分かってる顔見てるの顔したいんだよどこが綺麗なんだよ、え、教えて、教えてほしい、あ、教えてほしいよね、教えてください、何が綺麗な飲み方、なんか盛り上げ上手、あれ、なんかでもそのやんちゃさがね、あのくすぐるっていうかね、そうでもないんだよね、皆さん、周りの人の話聞かなくていいから、あなたさ、そんなケイさん言うけど、はい、ね、うん、そんな恋愛をテーマですから、今回付き合いたいテーマだから、りょうたちゃんがベロベロに酔った時に解放できるんですか、あなたもお酒結構好きで酔いますやん、お互い、あのちゃんとね、白いもの、白い便器も持ってきますよ、私は白い便器を持って、どういうことですか、あの、あの僕は白いもの見るとおしっこしたい癖があるんですよ、で家の白いの担当が大丈夫それ、ごめんなさい、それもカメラマンは知ってた上でいけるの、あ、もうなんか、ほら、そう、本当そう、え、シーこんな家で、あのパートナーが白いもん見ておしっこしたらどう思いますいや、まあ愛してたら怒らないけど、こしちゃったらボコボコ次はね、メインなんだけどどうしたんだろう次の予感、動物でもないのちゃんと歩いてるよねってなる、本当だよね、いやいや、彼女がよく許してるのよ、いやいや、もうその彼女もそれ平気や平気だよね、平気よ、平気だと思う、でも彼女さんから LINE 来て、え、なんかりょうたがべちょべちょなんだけど何があったのみたいな、で心配な LINE が来た時があって、なんかタクシー乗せたんだけどみたいなやつって、なんか臭いんだけどりょうたがやだやだ、この日あったよで、翌日ごめんなさい、俺ごめんなさいの LINE が来てた彼女さんから、うん、おむつしな本当におむつした方がいいと思う、おむつしようかな、みんな平和になるわね、うん、おむつして出勤してそんなりょうたさん、あのカメラマンからいいって言ってもらいましたけど、感想どうですか、いや、めちゃめちゃ嬉しい、でも分かる、あの分かる、ね、あの行為はやっぱり人からの行為って感じるじゃないですか、一緒に飲んでてる時とか、その行為にはやっぱり全力で応えたいって思いますよね。やっぱり皆さんちょっとこうね、そうそうそう、言ったの？ね、言ったな、ちょっと怖い、逆に怖いんですけど。なんでもないです。次行きましょうか。はい、最後カールちゃん。人気者。ね、カール刺した人。はい。ブルカブ、ブルカブからの信頼が、そうですね、私はもう、まあ、長い付き合いだっていうのもありますけど、ね、まあ、あの感性がやっぱ豊か、そう、なんか、まあ、フィリピンのね、うん、あの国籍やけどこっち日本長いですけど、こんだけいろんな国違いの友達が多いし、日本人ともうまいことやるし、やっぱパーソナルの部分がすごい長けてるんじゃないかな、あとさっきしんちゃんの見ても多趣味、そう、いろんな村やってくれたりとかもそうだし、うん、料理できるし、音楽全部楽器できるんですよ、うん、ドラムからギター、ベース、ボーカル、打ち込み、
こんだけ多彩な人、感性が豊かな人、自分の時間をすごく有効利用される人ってなかなか今こんな忙しい世の中で自分の時間がね、やっぱ切り裂くって趣味をやるってなかなか難しいんじゃないと思うんですけど、春の場合は多分もうね、暇なんでしょうね、うん、すごくそうだから彼氏できないんですだからこんだけね、いろんな多趣味で、感性が広げる人っていうのはいろんな男の幅が広がると思うんですよ、うん、料理好きな人、音楽好きな人、映画好きな人、うん、絶対に幸せになると思います、うん、ということで幸せになってほしいなという気持ちも込めて、うん、カールちゃんを選ばさせていただきました。いや今3人分しゃべって、3人分しゃべって、3人分しゃべって、一夜一夜、はい、みーちゃんは、カールさんは本当お客さんの時からも、うん、結構日曜日あそうね、結構働きでカールさん行って、うち働き始める前にね、ちょっと話しやすくて落ち着くし、なんか絵も共通してるから、うん、ちょっと一緒ごめんなさい、この子も絵も音楽もやってます、ちょっと自己アピール、あ、そうなの、ね、やってる、音楽何やってんの、音楽好きだから、あ、音楽好きだね、そういう点でね、いいよね、じゃあ最後ね、最後はね、また私ね、長老に、長老、いやもうね、パニックハウスでも僕が一番長くいさせていただいて、うん、カールがナンバー2なのね、今ね、はい、今ね、はい、ナンバー1、ナンバー2でこうやってて、すごく相性がいいっていうか、仕事してて合うの、そうそうそう、うん、だからもう他の人だとこれやってねって言わなきゃいけないのを、カールだったら言わずに、え、もう出てるこれみたいな、え、ありがとうみたいな、何も言わずに動けるのが多分いいわって思う、それがまた恋愛になってくるね、そう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 ね、じゃあここ、うん、もういいんじゃないよ、もういいだからあとはね、カールちゃんいろいろ芸術お得意だから、うん、もうカールちゃんに教えてもらうのが僕もいろいろ習いたいなって思うのもあるんで、ね、うん、まあ一番ね、歌をね教えて今年歌唱指導をぜひお願いします、歌唱指導、歌唱指導いいかね、いいじゃん、ね、レイですよ、レイですよ、今5000円払う5000円払う、いいじゃん、ね、いや、すげー、ありがとうございまして、はい、彼氏にするなら誰かという企画を今回させていただきまして、誰のためにもなってないと思う企画でございましたけれども、見てらっしゃる方コメント荒れないようにお願いします、コメント欲しいですね、コメント、彼氏としてどうで、誰を彼氏にしたら欲しい、あ、ちょっとカップリングをね、皆さんから教えてほしいですね、はい、お願いします、うん、はい、ということでございまして、はい、はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。